玄米茶でひげを整えてっと。では行こうか。おいちに、おいちに、はい。この狐めに吉の一字を託された将軍様、そのご恩に報います。我が輩をぜひご神官に。最上か、吉の字。はて、そんなこともあったかもな。では一つ奥州を押さえてみせてはくれないか。奥州、政宗君、いや憎き独眼竜が相手ですな。冷たき土地の民たちに熱き活力を呼び覚ますため、奥州短大を名乗り北を治めてみせるがいい。ははー、感謝感激雨あられでございます。ああ、将軍様に認められた。我が輩すごすぎる。よし政宗君、覚悟していたまえ。紳士はいつでも一直線。が守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。素敵紳士は女性の扱いも名人級だよ。この国はさかさま、俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜなあ。俺分かったな、なじられるのも嫌いじゃないって。そんなもので私たちがやられると思って。私たちが出る。戦う前から諦めない。
の花言葉は可憐、乙女は強く美しく。なんて凛とした女たちだ、見とれちまう。河原なでしこの花言葉は定説、守ってみせます。女が偉い、女が強い、それは乙女がゆえ。戦う乙女の心意気、男どもに見せてやれ。お任せを。兄くらい整えてから勝負に臨むものだよ。なでしこの花は散ってなお気高く美しいんだ。直虎様のお婿殿にふさわしい男、どこかにいないものか。うちの女衆に手を挙げやがって。あいつ見上げた根性だぜ。男には何をしても全くダメだという時は。虫取りなでしこの花言葉は罠、逃がしません。女の輝きは男以上の努力と根性の賜物だ。早く終わらせて宮見と行きたいところだけど。よし、せめて気合い入れて守るぞお前ら。男などめったにいない、よく覚えておくんだぞお前たち。はっ、お守りくだされ、ナム八幡大菩薩。俺だって国と女子を守りたいんだ。くそ私が倒れたら男衆に示しがつくか。タツタナデスコの花言葉は強烈な愛、奪わせないわ。素敵紳士の掟に、味方のふりして倒すべし。なく、かつ勇敢に戦うってできるもんなの？ナオトラ様、私に立ち向かう勇気を。あんたには分かんないだろ、女にコテンパンにやられる悔しさってやつをさ。男衆遅れるな。へい。
はやるようだが。だが、まだまだだ。我が輩を紳士と認めたなら、後に続きたまえ。いいか、私との荒稽古を思い出せ。おい、震えるやつがあるか。なんと、凄まじいの一言ですな。逃げ出さなかったことは褒めてやる。けど、バカだよ、お前は。おかげさまで、今宵もうまい酒が飲めまする。こちらは問題なし。他に回るといたしましょう。やばいぞ、またナオトラ様にどやされちまう。ナオトラ様の太刀持ち上げることもできなかったよ。ケイキさん、うちの女衆相手によくやってるよな。あっちゃー、いよいよ追い詰められちまったな。すぐ逃げてもなでしこ様なら何とかしてくれるよね。まったく不甲斐なし。お前は今日は飯抜きよ。許して。俺たちさ、見てるだけでいいよね。いいなでしこ隊、お相手つかまくる。いやー、おっと、小手に落としたよ。私たちは一旦下がる。男衆はここを抑えるんだ。へい。あの狡猾さ、別のことに使えばいいのにな。贈り物にお金をかけてよかったね。ちっしょう、こないだ稽古でしごかれたんだ。それに比べりゃなんてことないぜ。なでしこ隊のやつらでも負けることってあるんだな。勝負あり、お見事にござりまする。誉れたる兵士たちよ。三代様のお名前は義満じゃつない、義明だ。これ以上私の乙女たちを傷つけるなら、この国が主、ナオトラが相手だ。ナオトラ様、
いつも通りで本当にすみません。男のくせに腰が入ってないぞ。飯でも炊いてろ。あの方と比べたら確かに俺たちは情けないよな。私たちは必ず勝たなきゃいけないんです。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。私にたどり着くとは、本気でこの国を狙っているの？いや、まさか私に気があるのか。なるほど、我が輩のごとき涼しき素敵紳士が気候の好みなんだね。その気味の悪い動き全く受け付けないぞ、キツネ。まだ諦めないのかね。あんまりしつこいと我が輩に嫌われるよ。行ってこい。般若心経くらいは唱えてやる。お前の墓前でな。我が輩の素敵紳士さをやっかんでいるのだね。そうか、ひげの国を作るのもありだね。防げば刀が、くらえば背骨が砕け散る。あの剣は猛虎の爪にも勝るのだ。重い具足など私には無用だ。柄模様次第では考えなくもないが、生まれ変わったら優しくなりたいな。そしたらきっとあいつだって。大人気。我が輩の決断が乱世を動かすといっても過言ではないね。おいっちに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 。丹大様、奥州伊達家より書状が。おお、正宗君から。我が輩の説得に応じ、快く奥州を明け渡す気になったのだね。どれどれ。 Dear gentleman、 お断りだ。いきなり可愛くないね、正宗君は。将軍様の意を借る我が輩は奥州丹大、今や北の主だよ。奥州丹大、知ったこっちゃねえ。どうしても奥州が欲しけりゃあんた自身が来るんだな。おかしいね、将軍様の影響力も意外と薄いのかな。我が輩なんと罰当たり、誰も聞いていないね。はっ、バッチリこの耳に。聞かなかったことにしてくれたまえよ。玄米茶